場所の名前を当てろ、みんなでジオゲッサー。皆さんこんにちは、こんばんは。チェリブロのトマティンです。タナギです。アブクマちゃんです。今回の企画はジオゲッサーというマップからヒントを得てその場所の地名を当てるゲームをプレイします。イエーイイエーイ。みんな旅行とか行く？ゲームばっかしてるからあんま外しないから、ね、旅行っていう遠くに行って何泊すかするみたいなのないね。だよね。私も学校くらいしか行かないから遠いところはあんまわかんない。私家族とよく旅行行くから2人よりは若干わかるかもしれない。でも2人ともやっぱ学生だからさ、社会とか地理とかの授業で地名とかたくさん習ったりするんじゃない？でも私は今日本じゃなくて世界の気候とかのことやってて、今日本のことあんまやってないんだよね。なるほど。さなぎちゃんはどう？私は逆に日本のこととかね、山脈とかその気候の特徴とかをやったりしてるんだけど、まあ、正直な話それをするとここまで覚えてないんだけど、現役やっぱ覚えてんのは最新だから、うん、いけるかも。みんなで協力してちょっと頑張ろうか。みんなには 25,000 点を目指してもらいます。地域の案内や大通りで看板を見つけると分かりやすいので積極的に探してみましょう。意外とね、適当でも高得点が取れる時があるらしいです。では早速プレイしていきましょう。今回は日本のマップでやっていくんですけど、制限時間5分のマップを5回やっていきます。はい、それではスタート。さて、来ました。あ、でも看板が、あ、なんか看板、ね、塩岡城なんか持ってないかな。あ、なんかでも病院みたいな、ね、そうじゃないの、ね、ちょっと進んでみようか。で、宝、お、ありそう、なんかありそうだぞ。一応は書いてないかな。書かないかな。でも先の方にね、待って、ポストあるよ。郵便ポスト。あー、でも写ってないか。見ないね。高木病院。高木病院。住所、東京、東京都。青なんだ。一応行ってみたら、お、あ、青海東京都、探してみよう。あった、お、藤橋みたいな。ここまで見つけるのは難しいよ。むずすぎる。むずいね。どこだ。あった、お、ナイス。郵便局とか病院、この高木病院、高木病院探せば、うーん、出てこないの、大きくしてる。出てないな。で、周りのも探す。で、1分20秒数だけちゃんと見る。あ、そうだね。1分だね。お店の。あ、ちょ、給食センターだ。給食センター？わかんないな。30秒くらいだから。そうだね、ちょっとそろそろ。どっか刺しといてもいい気がする。え？お、え？あ、え？刺せてたのかな？ 1.2キロ、え、すごくない？ 1.2キロ、え、すごくない？ 1.2キロって。近い、すごいね、1.2キロ。最初から調子いい、すごいね、調子いい。サクサクいけたね。1回目は4973点。次、うわうわ、これはもう出るしかないね。なんかどっか出るしかないね。どんどん進んじゃう、これ、うん、お、でもなんかありそう、ね、左の看板みたいなの覗けない。国道260かな。そう、お、前浜、前浜船越ビーチ。どこだ、どこだろうな。このなんか裏みたいな書いてないのかな。いやー、ちょっと前進もうか。ちょっと進んじゃうか、うん、お、お、島、え、なんだっけな、島半島みたいな。どこだっけ、待って、思い出しそう。チリでやったよ。思い出して、え、マジで忘れた。伊勢名物ということは静岡じゃん。静岡、あ、島半島のとこ、島のところ。でも今のところ名前がいろいろ出すぎてわかんないよ。島とか伊勢とか。のところないなぁ。わかんない。大王店、三島だった。船越店、船越で、海が近いから絶対に海の周りだと思う。今あった、島市、三重がほらある。島市あったよ。島市、島市だ。島市のなんだっけ、大王店、島市の大王店みたいな。船越だ。
伊勢が近いってだけで船越なのかな、場所は。やば、36秒。やばい、わかんないわかんない。船越がどこだかわかんない。船越さん、船越さん、船越さん、どこ。島、まあでも島の方が近そうだよね。15秒。島に刺してみます、うん、してみよう。はい、 8.6キロ。あー、 8.6キロ、えぐい、めっちゃ離れと。3試合目いくぞー。いくぞー。都会ではないね。あ、なんだ。お、なんかあるよ。お、いや、良いし道路に出たいな。ね、家しかないからな。うわ、読めねー、見えない。うわ、でも書いてなさそう。ね、なさそう。あー、一緒か。一緒だな。ね、一緒だ。全部一緒だ。私たちが映ってる。あれ。怖い怖い。すっごい山道だな。うららららららら。でも家だけだ。お店とかがあんまなさそう。ねえ。信号もないし。うん、あ、でもここ、あ、道路だ道路道路。お、さ、佐伯市？佐伯市。県がわかんない、県が。で、県がわかんないよね。でも、あゆが有名なんだ。あゆって書いてある。あゆ。ちょんかけ？ちょんかけ？あゆ、あゆだと思う、多分これ。やばい。一分しかない。さっき市しか書いてなかったから、あれ書いてない、書いてなくない、なんかないか、やっぱ市しか書いてない。佐伯市と弥生ってことは分かったんだけど、あと50秒だからいっぱい回ろう。やばい、なか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 、マスなくない。ねえ、マスない。ねえ、山だよ、もう。ねえ、山だ、山だったけど、なんもないよ。こいつが最後の頼み。大分県！え、ほんとや！大分県、あと8秒！大分県、サマ、サマなんとか。佐伯市。わかんないわかんないわかんない。佐伯市？あ、おう。あー、わー。まあ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 、36キロ。かわいいね。まあでもいい。ここか。なんて読むだろう。佐伯だ、佐伯。まあ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 、ギリギリで。そうだね、ギリギリでね。奇跡起こした。じゃあ3回目は4220点ということで、次か。はい。GO!いきなり当てそうなんだ。全然違った。でも町っぽいね。なんかでもなんか微妙に書いてないぞ。ね、微妙に書いてなさそう。こっち行ってみる、後ろの方が近い。うん、白滝公園、うん、白滝、白滝、ね、白滝、白滝、結構全点みたい、多いね。お部屋探しで、部屋探しでワンちゃんないかな。わかんないな。何々点って書いてないんだね。書いててほしい。お、柏崎、新潟、新潟、日産、新潟です。変なとこ刺しちゃった。新潟、新潟、あるね、柏崎。あ、あった、ね、あるね。柏崎、ここ刺しとくか。でかい。右が柏崎駅だから、柏崎駅、右が柏崎駅ってことはここら辺。ラーメン、そばよし、ね、ラーメン、そばよし、なんかありそうやけど。ありそうだった。そばよしじゃないラーメンだな。そばよしじゃないか。この市場。市場。どこだ？むずいな。でもやっぱ合ってる気がする、ここら辺で、うん、本当に。じゃ、大通りだから。あ！ 1.2？ うわ、1.2？ もうちょっとこっちだったんだ。ね、8号線だ。ほんとだ。じゃあ3回目は4971点。はい。いい感じかな。うわ、また開けたの起きちゃったぞ。また開けてる。でも私たちは知った、あの青い看板が神だということを。あの青い看板神だね。そうなんだよ。千葉、牛久、甘津、千葉、牛久、甘津、よろけいこく、よろけいこくで、右に行ったら多分牛久が茨城で、千葉はこっちだから、うん、ってことは多分こっち側だよね、はい、81号線。81だね。一旦見てみるか、ちょっと時間が持ってないか、見てみよう。81覚えとかなきゃ。あ、これだ。千葉、読売、読売、読売、市原、市原市。やば、え、すごいね。市川はある。あ、市原あった。お、の81号、あったー。お、でも市原がここなんだよな、だから81番を上がっていけばいいのか。あ、千葉、読売、あ、お、この辺なんじゃない本当に。で、これ鶴舞インターチェンジかな。高速道路なんだよな、インターチェンジだから。あ、お、インターチェンジ。お、あ、30秒か。でも
ね、30秒だね。わかんない。どうする、どっちにする？インターチェンジ近くにしてみる？インターチェンジさっきあった？でも標識にインターチェンジがキロって書いてあった。やばい、時間だ。間にしてみよう。ほっ、いや、815にしよう。おい、おい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ、あぶくまちゃんから。目標がね、2万5000点ということで、2万3956点、うん、多分2万5000点が満点なのかなっていう感じだったから、かなりいいスコアなんじゃないかなって思ったし、最後の試合はもう300メートルくらいの近くまで行けちゃって、ほぼ同じ位置の記録を叩き出せて、めちゃくちゃ嬉しかったです。山木ちゃんは？やっぱ、田舎っていうか、普段いろんなコンビニが近くに、ちょっと歩けばあるし、みたいな。ところに住んでるから、看板を見て、うわ、どの県だって探ることがなかったので、めっちゃ面白かったです。トマティンは？最後の最後に、奇跡を起こしたり、いろんなとこを探して、協力できたかなって思いました。確かに。ということで、次回もワイワイ、みんなでゲームやっていきたいと思います。チャンネル登録とグッドボタン、Twitter、TikTok の投稿もよろしくお願いします。せーの。バイバーイ。